ゴリゴリなる人めちゃめちゃやばい。皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は肩のこりや盛り上がった首の筋肉、さらには下腹のポッコリまでまとめて解消するストレッチのご紹介です。というのも、これらの症状一見関係なさそうですが、現代人実は肩甲骨が全然使えなくなっている、そのために今言った症状が起きている方めちゃくちゃ多いんです。ですから今日の動画で肩甲骨周りの解剖学しっかりと理解していければ、あなたは引き締まったウエストを手に入れながら首肩のこりまで解消できますから、ぜひ一緒に頑張りましょう。まず人の体の仕組みとして、腕の骨、上腕骨と肩甲骨と呼ばれる肩のあたりの関節というのはつながっています。これ一度ね、皆さん軽くで回してみるとゴリゴリなる人いませんか？そういった方実はめちゃめちゃやばいとまでは言いませんけど、ちょっとね、肩の関節が歪んでしまっている一つのサインになります。こういった症状を放置すると、先々五十肩などの肩の痛みだったり下腹のポッコリにつながる可能性が結構ありますから、必ず解消していきましょう。どういうことかというと、正しく肩甲骨が動いている方は、かかと、お尻、頭つけた状態で180度まっすぐ手が上がります。この時に背中で壁を押して倒れそうになってしまったり、ふくらはぎでぐっと踏みしめてしまうという方、もしくは肘が曲がってしまう、こういった方は肩甲骨が正しく動いていなかったんです。その結果起きてくるエラーパターンとしては、手を上げる時に腰を反らす、これがね、下腹ポッコリだったり実は腰痛の原因、さらにはひどくなってくると首肩の筋肉が凝ってしまいます。やってみると分かりますが、内巻き肩の状態で手を上げると非常に肩がすくんでしまいますね。逆に腕を外回しにして上げるとすっと手が上がって首も長いままです。これが正しく肩甲骨が動いている状態です。わかりやすく説明すると、腕が内巻きの状態になっていると、手を上げた時に肩の関節、肩甲骨からつながる肩峰という部分に腕がぶつかって痛みが出ます。そして詰まったりゴリゴリ言うから肩をすくめて腕を上げる、こういったパターンになって首の筋肉が盛り上がる、首が太くなってしまいますね。これに対してしっかり腕を外回しにできている方というのは、手を上げた時に骨がぶつかりませんから、首肩も凝りませんし、腰をわざわざ反らして手を上げる必要もなくなってくるんです。ですから今日はしっかりと腕を外回しにすること、そして胸を開き肩甲骨を動かす、これができるようになれば首肩周りだけではなくて下腹までほっそりと締まるように変わってきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。では楽な姿勢で座って、しっかり胸を反って丸めましょう。椅子に座ってもいいですし、あぐら、正座、何でも構いません。まずはしっかりとこの胸の骨を柔らかく動かしてください。肩甲骨が乗っかっているのはこの胸郭と言われる胸の骨ですね。そして背骨が中心にあります。ここが柔らかくなってくると、肩甲骨やこの、その周りの筋肉も柔らかくなってきます。どうですか、しっかり胸動きます？前に反らない方多いんじゃないですか。しっかりと動かして、イメージは本当にここがピーンと突っ張るような感覚です。はい、腰にばっかり意識がいく方はちょっとね、下腹引っ込めながらやりましょう。よいしょ、はい、動いてきましたね。今度は腕を外回しのまま腕をしっかり後ろに引きます。肩痛い人は無理しないで、胸を突き出しながら前戻す、前戻す、よいしょ、しっかり腕を外回し、手のひらはねずっと上向いてます。これが下向くと内巻き肩になって肩がすくみますからね、気をつけて。ふう、さあ20秒したら反対側いきますよ。しっかり親指同士を後ろに後ろに、肩が痛くない範囲でしっかりと引くときに胸の前がピーンと伸びる。はい、思いっきり吸って吐いて、吸って吐いて、よいしょ。腕上げてるのがしんどい人はね、無理しないで下げても大丈夫。 OK、 はい、では足を伸ばしてリラックス、しっかりね骨盤をまっすぐ起こして、はい、腕を外回しの状態で倒します。早速脇腹部分が伸びるのを感じて、いや、足裏とかがね辛い時は曲がってもいいし、座った状態でもいいです。今はこの辺りを伸ばすことが最優先。ポイントは骨盤が垂直まっすぐ起きた状態、これが丸くなるとこの辺りも硬くなっちゃいます。ピーンと伸ばしきる。はい、そのまま深呼吸、吸って長く吐く、指先が1センチ2センチ遠くへ遠くへ。はい、今度は反対側です。皆さん自分の骨格とかね筋肉少し意識をしてみてください。解剖学をね
少し学んだり意識をするだけでも伸び方とか効果がね何倍にも上がっていきます。そしてこういった解剖学のお話を深掘りしてねしていく、そして健康について YouTube ではなかなか話せないお話をねしていくオンラインサロン YouFit をスタートしましたので、ご興味ある方は概要欄の方からリンクねクリックしてみてください。そちらの方では毎週1回ライブをしています。そして限定コンテンツもたくさん配信してますから、そちらの方でもぜひお会いしましょう。はい、もう1センチ頭遠く遠く、指先遠く、伸び感強まってますか。うわ、最後一息 OK、 ほどきます。今度は四つ這いのポジションで、さっきやった胸の反りを体勢変えてやっていきます。はい、このまましっかり背中を反らして丸めて、反らして丸めて、膝は骨盤股関節の真下、手は肩の真下。この動きも胸がね反りにくい人多いと思います。できるだけ胸を地面に突き出すような感覚で、そして胸が反りにくいと腰ばっかり反ってね、腰にめちゃくちゃ力入るっていう人は少し胸の方頑張って、ちゃんとね地面に向かって胸を突き出す。そして肘がね曲がってごまかしちゃう人は極力ね肘はまっすぐ伸ばしたまんま、はい、少し休憩。この背骨を反らしたまま今度はソックスという横の動きをしていきます。はい、四つ這いのポジション、胸を反って後ろも見に行きます。右と左と、ふう、吸って吐いて、吸って吐いて。これね、目線を変えて寄っちゃうなっていう人は片方ずつやってもらってもいいです。片方ばっかりやって一回動画止めて反対側やってスタートでもいいですからね、無理はしないで。ただ胸を反らすことだけは忘れずに、横を向くときに脇腹ギュッと縮んで腹筋に力が入ります。ふう、しっかりと脇腹のあたりに力がキュッと入っていくのを意識して OK。 このポジションから今度は手を斜め前に置きます。自分の同じ足ではなくて反対の足、そして肘をいけそうやったらついて曲げる。はい、これで上腕三頭筋と言いますね、腕の外側の筋肉を伸ばします。どうでしょうか、余裕があったら肘を遠くへついてお尻を引く、伸びが強まります。二の腕の裏側あたり痛いなと思うときは伸ばして緩めといてもらっていいです。お尻引くだけでもちゃんと伸びてます。これがね絶対に腕の付け根を外回しにしといてくださいね。内向くとね肩がすくんで詰まりが出ます。しっかり肩を下げて長い首、ポジションは選んでいきましょう。はい、いいです。今度は反対側です。手を斜め前方について、余裕があったら肘をついて、はい、お尻を後ろに、この辺りが伸びてきてますか。はい、上腕三頭筋しっかり伸ばして筋肉を喜ばせていきましょう。ちょっと痛気持ちいいなってぐらいまで伸ばします。伸びがね感じにくい時とかは少し動いてもらってもいいです。自分の会話、筋肉ですね、会話をしながら吸って吐いて、あ、一番伸びを強く感じるところそこでキープ。ストレッチはポーズを取ってからがスタートですよ。伸びをどうやったら強めることができるか探していきます。はい、ではですね、うつ伏せ、最後は両手万歳でバタバタします。こんな動き、ほっほっ、はい、まさに万歳の動き。肩をね下げます。肩下げて長い首で手足をバタバタスイミング。足がしんどい人は手だけでも大丈夫。苦手な人はここでね肩がすくんで首が短くなっちゃうので、肩下げて長い首、いいですよ。はい、そして今手足が一緒に上がってませんか。反対側上がってます。これね、たまにね両手両足同じ方向上がっちゃう方もいるので気をつけてくださいね。結構やっちゃうと思います。僕も気を抜くとたまにやっちゃいます。はい、さあもう一息 OK、 はい、です。では最後は少しねお尻を引いて、はい、このまま手をバンザイ、
肩の上げ下げだけです。上げて下げて上げて下げて、はい、これどうですか。これね、肩甲骨肩の動かし方の練習です。苦手な人はだいたい肘がね曲がっちゃうんですね。肘を伸ばしきったままなんか壁に手を置いてもらってもいいです。肩だけを上げ下げしていきます。ふう、上げるのが得意な人は下げるのを頑張って。多分ね、下げるのが苦手な人の方が多いと思います。日常生活無意識にね、肩力が入りやすいですから、肩こりしやすい人はしっかり肩を下げる方を意識して、ふうふう、はい、お疲れ様でした。はい、どうでしょうか。最初にも腕は軽く上がるようになっているはずです。これができればあなたの体は引き締まっていきます。こういった解剖学の知識を深掘りしてお話しするオンラインサロン YouFit を開設しましたから、概要欄の方からご興味ある方は覗いてみてください。今ちょうど1週間無料キャンペーンも実施しています。はい、ということで今日の動画良かったなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。